第3章因縁。武田の快進撃と時を同じくして、京周辺では織田信長がその勢力を拡大させていた。信長は前将軍の弟足利義昭を奉じて上洛すると、瞬く間に他大名を従え畿内の覇権を手中にする。信長の動きを危険視した信玄はついに上洛を決意。京に武田の旗を立てんと兵を起こした。信玄に従い出陣した正幸はそこで生涯の敵と出会うこととなる。いよいよだな、正幸。はい、親方様と共に上洛を成し遂げ、天下に武田の旗を。すでに勝ちは見えておる。思ったより早く見つかったね。信草は先行しすぎておらんだろうか。前方を突き崩せ。しまった、備えを怠るとはうかつだ。体勢を立て直すまで救援願いたい。武田の動きがこうまで早い、ここで無理に押すべきではなかろう。京里、体勢を整えぬままの総員戦ではやがて我が方に不利となる。さすがは武田に立ち直りが早い。やはりこのままでは崩されかねん。この場はお引きあれ。な、まあ、何があろうと殿をお守りせよ。見えているぞ。引き始めたか。妥当な判断だが、イエスはここで打っておきたいところだな。おめおめと引き下がるようか。ここまでは早すやな。武田を阻む壁とならん。皆一丸となってここを守るのだ。開門。引き出して進むしかあるまいが、なかなか難儀な相手のようじゃねえ。ええ、端々まで士気が高い。家康とはそれほどの将なのか。忠節は買うが、まともに相手は仕切れん。早々に終わらせるため。武田の底力か。耳ひるんでなるものか。これより撤退する。皆すまない。申し訳ございません、親方様。
家康めには逃げられてございます。仕方ないね。徳川の残党を片付けつつ家康の後を追うよ。殿を送り届けたら直ちに戻る。いや、それまで持ちこたえよ。片付いたようじゃねえ。では進軍を再開しようか。はい、どう。ここまではたやすい。総大将さえ討ち取ればよい。行け。任せておけ。見えているぞ。間に合ったようだ。ドンピシャですな。さすがは若。親方様は必ずお守りしますぞ。影の動きを読む。徳川などやはり我らの敵ではないな。そうだろう、正幸。徳川家臣の忠誠は並ならぬ様子。侮るのは危ういでしょうか。そうか、心しておこう。その手の工場にも飽き飽きした。早々に型をつけさせてもらうぞ。元忠殿、お待たせいたした。共に武田を打ち払いましょうぞ。我ら三河武士、殿の御為とあらば命など惜しむものではない。一度舞台から降りたにもかかわらず舞い戻った。さて、大詰めじゃん。開門。ここまでだ。この本田平八ある限り殿の元へは断じて行かせぬ。やれやれ、やぶをつついたら蛇どころか鬼が出てきた。勝利条件変更。これで敵も少しは諦めてくれたかね。ここが踏ん張りどころぞ。まもなく体勢を立て直した味方も戻ろうぞ。やれやれ、さすがにうんざりしてきちゃった。
にここらで打ち止めだといいんじゃがね。無働きなど自慢にならん。お大工など無用、正面からかかってまいれ。遅れを取ろう。ここまでは早すぎ、すでに遅い。結局家康には逃げられたか。とんだ骨折りじゃったね。されど武田の武威を示せました。もう一押しすれば徳川の抵抗もやみましょう。